それでは今日の微積分の授業に入りたいと思います。で、前回は全微分の性質とそれから合成関数の微分という話をしました。で、今回はその続きで高次変動関数の話から入りたいと思います。教科書ですと139ページの鍵括弧の5っていうところですね。やりましょう。改めてですね、いろいろ書くほどでもなく、大体皆さんもこうパッと見れば分かる内容だと思いますけれども、一応確認のためにやっておきましょう。で、今ですね、あるのは fxy という二変数関数で、まずその変動関数が存在して、またそれらがさらに x や y について変微分可能なときっていうのを設定しておきます。変動関数は dfdx ですとか、それから dfdy ですね。これらが存在しまして、さらにこの dfdx や dfdy がその x や y について変微分可能であるという場合ですね。で、この時に、例えばx に関して2回変微分したものですとか、それからその y について2回変微分したものですとか、それからあとは xy もしくは y と x の順番に変微分したものっていうのが、こう書くことができます。この辺は多分見れば分かると思いますので、見れば分かる人はわざわざ書く必要はないんですけれども。書き方はですね、そのノーテーション書き方が何種類かありますので、それを確認しておきましょう。例えば x について2回変微分したものは、d2 乗 f の dx2 乗ですとか、あと fxx というような書き方をします。で、同じくその y についてその2回変微分したものについても、d2 乗 f の dy2 乗ですとか、それから fyy というような書き方をします。で、次はx と y のですね、変数がこう交互に変微分する変数が出てきている場合でして、例えば最初に x で変微分して、次に y で変微分したものというのもあります。で、この時には、
まあ、例えばこのラウンドを使った書き方ですと D2 乗 F の dydx という書き方をしまして、あとその下付き文字ですね、下付き文字を使った書き方ですと F の xy という書き方をします。で、そのここでちょっと注意していただきたいのは、その y と x が登場する順番でして、で、この d2 乗 f の dydx の場合には、そのこの xy の変数になるべく近い方から先にこう変微分したという順番でこう書いていきます。で、これに対してその下付き文字の場合には、その微分をした変数がこう左から右に順番に現れてきますので、その変数の現れ方がこの2つの書き方で 逆向きになっていますので注意してください。で、まあ、この丸2のバリエーションとしまして、まあ、皆さんも容易に思いつくと思いますが、今度はその y から先に変微分して次に x で変微分したものというのも考えることができます。で、この場合はと、まあ、ラウンドを使うと d2 乗 f の dxdy という書き方をしますし、あと下付き文字を使うと f の yx というような書き方をします。で、まあ、一応このようにその、まあ、x や y でですね、2回その変微分した動関数のことをその f の二次変動関数と言います。で、あとは、まあ、もしですね、この2次の変動関数がさらに変微分、こう、まあ、変微分したければというわけではなくて、変微分可能な場合には、そのさらにこう変微分をすることができて、で、まあ、そうすると、まあ、3次、4次といった、より高次の変動関数も同じように定義されます。で、まあ、ついでに、その fxy の、じゃあ、r 次の変動関数が、何個あるでしょうかっていう話なんですが、まあと、まあ、考えなくても考える前に、まあ、教科書を見れば書いているので、こうパッと見れば分かるんですけれども、まあ、2の R 乗項ですね、そのあると。で、それはまあ2変数の場合ですと、まあ、1回変微分するに x か y のどちらかの変数で変微分することができて、で、まあ、それをこう R 回行う組み合わせですね。そうするとその x と y をこう r 個並べた文字 その並べ方になりますので、それだけの種類があるということは、まあ、全部で2の r 乗通り の、まあ、変動関数が存在するということになりますので、確認しておいてください。で、まあ、一つと注意がありまして、それをこれから述べます。それは教科書ですと140ページの定理 4.10 に書かれてあることなんですが、そのえ例えばその x
で変微分して y で変微分したその変動関数と、それから y で先に変微分してから x で変微分した変動関数が、まあ、両方あったとしましょう。しかし、この2つが、まあ、常に等しいとは限らないという点に注意してください。で、これの例がですね、その教科書のその定理 4.10 のすぐ上にある、あ、 例としてはその前のページの139ページの下の方から始まっていますが、139ページの下の方にある例の 4.3 というのがそういう例として出ていますので、これは各自で確認しておいてください。で、まあ、我々がよく扱うその関数の世界っていうのは、まあ、x×y と y×x というのは、まあ、大抵というか普通は等しいものだというふうにこう思うわけですけれども、まあ、変動関数を計算するような時には、まあ、この2つが必ずしも等しいとは限らないと。で、定理 4.10 はそれについて何を述べているかというと、そのこの両者ですね、f の xy という変動関数と、それから f の yx という変動関数が等しくなるための十分条件を与えています。ので、じゃあちょっと定理 4.10 について説明しましょう。今f の xy という二変数関数が与えられていたときに、まず2つの条件を仮定するんですけれども、まあ、1つ目はその、まあ、ある点 AB のある近傍で、でその fx と fy と、それから f の xy と f の yx というその4種類の変動関数が存在するとします。点 AB のある近傍で次の変動関数が存在するというんですけれども、まず x の変微分と、次に y の変微分と、それから xy の順番の変微分、それから yx の順番の変微分、これらが存在するとしましょう。で、もう一つの仮定は、同じく点 AB なんですけれども、ここに挙げましたこの2次の変動関数の fxy と fyx がともに連続であるという仮定をします。で、まあ、この2つの条件が満たされるときに、結論としてはその点 AB における変動関数の値ですね、点 AB における変動関数、両者の両方の変動関数の値が等しくなると。というのが、まあ、この定理の、まあ、主張です。まあ、ですので、まあ言われてみれば、まあそうなのかなというような感じの、まあ、話ではあるんですけれども、その、まあ、これからあとでですね、例えばテイラーの定理でこう
いろいろ計算をしたりするときに、まあ、割と役に立つ性質ですので、まあ、これはちょっと押さえておきましょう。まあ例によって証明はですね、まあ時間その他の都合でこのまあ授業内では省略しますけれども、講義ノートの方には証明もつけておきましたので、気になる人は後で確認しておいてください。で、その次にですね、教科書の141ページの真ん中あたりにいくつかの言葉が出ています。C の R 級ですとか C の0級ですとか C の無限大級という言葉が出てきています。で、教科書内では特にその定義といった見出しはありませんけれども、一応これからしばしば出てくる言葉ですので、その言葉の意味を定義の形で書いておきます。で、まず読み方なんですが、これ R とか0とか無限大がこう C の右肩についていまして、で、その、まあ、通常こういう右肩についた文字は C の何乗というような読み方をしますけれども、まあ、これに関してはそういう何乗という読み方とはちょっと異なるので注意してください。例えばこの場合ですと、まあ、C の R 級といったような読み方をしますし、あとは C の0級ですとか C の無限大級といったような読み方もします。で、一応その定義をね、しましょう。一応このまずこの fxy というのがその領域ある領域 D ですね。2次のユークリッド空間のある領域 D で定義されているものとします。で、まず最初に出てくる言葉なんですが、fxy が D において C、R 級もしくは R 回連続微分可能という言葉があります。まずこの言葉の定義なんですが、これは D においてその F の RG 下のすべての変動関数が存在して、しかもそれらがすべて連続であるということを言います。ちょっと長くなっちゃいますけれども、D において F の RG 下のすべての
変動関数が存在して、でただ存在するだけでなくて、それらが全て連続であるというときに、この fxy というのは、D において CRQ、もしくは R 回連続微分可能と言います。ここまでいいですか。で、引き続きまして、今度は2番目ですね。2番目は、この fxy が D において C 無限大級という言葉の定義です。で、この定義は、ちょっと数学の特有の記号が出てきましたけれども、任意の、これ書いてちょっと読み方を復習しますと、任意の自然数 R に対して、F は D において C の RQ であると。でまあ、こういう言い方をすると、ちょっとその、何を言ってんだか、なんだろうっていう人もいるかもしれませんが、ちょっとこの言い方で何言ってんだっていう人、ちょっと手を挙げてください。遠慮はしなくて。はい、わかりました。はい。これは、その、どんな自然数を持ってきても、C の R 級であるっていうことで、まあ、言い換えますと、何回でも微分可能で、それでしかもその同関数が連続であるという意味です。変動関数が連続であるという意味です。任意の自然数に対して RQ ってことは、その回数だけ変微分可能って意味ですから、だから何回も変微分可能であって、しかも連続であると、そういう意味です。で、数学ではその無限大という言葉が出てきますけれども、その実際に、これ自然数、1回、2回、3回っていうのは自然数ですので、その無限回微分っていうような概念というのは厳密には定義できないんですよね。ですのでちゃんと数えられる回数だけ微分変微分をしなきゃないということで、そのこの無限大の言葉特に文字を借りて、その実際にはその何回でも微分できると、変微分できると、しかもそれが連続であるということを表しています。まあ、そういう言葉の特有な使い方、数学特有の言葉の使い方をしていますので注意してください。それもう一回言うと、まあ、何回でも微分可能ですね。C 無限大級っていうのは、その何回でも変微分可能で、しかもその同関数が連続であるということを言います。あと最後に、C の0級というのが残っていますので、それを定義しましょう。でまあ、数学の場合ですと、この0という数字もこう結構特有の使い方をしますので、その先ほど その CRQ の定義において例えば R に0を代入したというふうに考えますと0回微分っていうことになって、0回微分って何だよって話になるんですけども、数学ではしばしばこういう言葉遣いをしまして、0回微分っていうようなものとしてここではその微分しないことということを表します。ですので、この C0 級というのは単にその fxy の0回微分というのは fxy 自身をも表すと思ってください。ですので、この場合はその fxy 自体が
D において連続であるということを表します。まあ、数学ではこういうそのゼロの使い方をしばしばすることがありまして、例えばその階乗という計算皆さんしていると思いますけれども、ゼロの階乗っていうと普通自然数の世界では定義まああまりしないものですけれども、数学のいろんな分野ではそのゼロの階乗をまあ1と定義することで、こういろいろその後にですね展開する世界とこう辻褄が合うようにこうなったりしていることもあります。ですので、まあ、この場合ですと、その、まあ、ゼロ回微分っていうのは本当はないんですけれども、それを、まあ、F 自身というふうにこう表していると思ってください。ここまでいいでしょうか。でいくつかそのまあここまでの話ですね、 C の R 級の定義をした後で、まあそれに関する注意を何点か述べておきます。これは先ほど説明しましたこの定理 4.10 からこう得られるいくつかの性質で、割とその今後の偏微分の計算には使う性質だと思いますので、一応確認しておきます。まず1番目としましては、fxy が CR 級の時ですね。この時に偏微分の順序に関する性質としまして、その RG 下の変動関数は偏微分の順序によらず等しくなります。で、まあ、例えば、まあ、F が C の3級ですね、その3回微分可能で、まあ、その導関数が全て連続であるという場合には、その F の、まあ、今 F は xy の二変数関数としますけれども、その3回微分っていうのは順番によっていくつか種類がありまして、例えばf の xyx であったり、それから f の xxy であったり、それから f の yxx と、そういったこういくつかのこう異なる変動関数がですね、3次の変動関数というのは少なくともこの他にも x が存在するわけですけれども、これは全てこう等しいということが定理 4.10 から言えますので、押さえておいてください。で、あと注意として2つあるんですが、2番目を説明します。2番目は、
その F の全微分可能性に関する話で、この fxy が点 A ですね、点 A。これ AB、座標 AB としますけれども、この点 A のある近傍 U において、C1 級とします。すなわち、この C1 級って意味を先ほどの定義から思い出すと、まあ、1回変微分可能で、しかもその変動関数が連続であるというわけですね。まあ、もちろん fxy 自身も連続であるということなんですけれども、まあ、fxy が点 A のある近傍において C1 級ならば、これはこの時はその F はこの点 A において全微分可能になります。で、この事実は新しいものではなくてですね、定理 4.7 というのがありました。教科書ですと134ページの定理 4.7。を、まあ、言い換えた、だけのものです。で、もともとのこの定理は 4.7 どうだったかっていうと、その、この fxy が点 AB のある近傍で、その xy に関して変微分可能で、かつ、その変動関数 fx と fy がそこで連続ならば、f は点 ab で全微分可能であるって言っていたんですけれども、その変微分可能で変動関数がそこで連続っていうのをただ単に c1 級というふうにこう言い換えただけですので、特に難しいことはありません。だから一応その今まで述べてきた、まあ、定理で出てきたですね、いくつかの性質をまあ今定義しました、 C の R 級ですが C2 級といったようなそういう言葉に置き換えて、まあ、もう説明できるということの例です。それから、3つ目の性質としまして、fxy が C の R 級ならば、その変動関数は C の R-1 級になるということも分かります。で、このことは必ずしもその R、 この変動関数が R 回以上その変微分できないかというとそういうことは言ってなくて、まあ、少なくとも R-1 回変微分できるということを言ってるわけですね。もともとのこの F についてもこの CR 級っていうのは少なくとも R 回は変微分できて、でそれを同関数も連続ですということを言っています。ですので、まあ、1回変微分したものに関しては、まあ、少なくとも R-1 回は変微分可能、さらに変微分可能で、まあ、それも連続ですということが言えるわけですね。そういうことが成り立つので確認しておいてください。一応この性質はまた後で使うことになります。まあ、以上が虫の、まあ、R 級などの言葉に関する注意点ですけれども、何かここまでで質問ありますでしょうか。いいでしょうか。はい。それで、一応これでですね、教科書では141ページの、まあ、上から5分の4ぐらいのところまで来まして、次が6の可微分写像というセクションがありますが、
ここはですね、時間その他の都合で今回はスキップしたいと思います。内容としましては、これまで二変数の関数ですね、fxy に関して変動関数を定義したり、それから工事の変動関数を定義したり、いろいろ新しい概念を出してきましたけれども、それをより一般的なその n 変数の多変数関数について行っているものです。ですので、一般化としては、話を進めることができますけれども、一応、中には必要な人がいるかもしれませんが、多分この授業の大半の人にとっては、とりましては多分まずは二変数の関数ですね、基本的な概念をしっかり理解してもらって進むのが得策かと思いますし、それから皆さんの中でですね、その多変数にチャレンジしたいというやる気のある人は多分自分で本を読むとかですね、それから教科書を読むとかですね、それからでは自分で教科書読んで分かんなければ知ってそうな人に質問したりとか、ある程度そういう、少なくとも意欲はあると信じてますので、とりあえずこの授業では扱いませんけれども、もし何かまた質問などありましたらお寄せください。いいでしょうか。ということで、次にですね、じゃあ教科書です144ページのセクション 4.3 のテイラーの定理というところに進みたいと思います。でここではまずこの二変数関数のですね、ある点におけるこう振る舞いを関数をいわゆる一つのやり方としてはその多項式で近似するアイデアとしてそのテイラーの定理というのをやりまして、で、その応用としましてその関数の極値を求めるという問題を考えていきたいと思います。でまず最初に一応括弧1のテイラーの定義から入りましょう。で、このテイラーの定理も捉え方はいろいろあるかと思いますけれども、その中の一つとしまして、関数をその多項式もしくはその級数で近似するアイデアと捉えることができます。で、それが一体どういうふうに使えるんだろうって疑問に思っている人もいるかもしれませんけれども、少なくとも僕は数学の中でも計算基礎学という割と応用に近い方が専門ですので、強調したいと思うんですけれども、その計算機っていうのはそんなに頭が良くないんですよね。皆さんが思っているほど、皆さんどの程度思っているかわからないですが、そんなに頭が良くないというのはどのくらい頭が良くないということを言っているかというと、究極的には数の四則演算しかできないんですね。
だから皆さんが数学、算数や数学を学んだレベルで言うと、まあ、小学校ぐらいの計算しかできないと思っていいです。計算機というのは本来コンピューターというのは。で、じゃあなんでその皆さんが今使っているようないろいろな処理がそのコンピューターで可能になっているかというと、そのそこにはその我々人類がですね、今まで考えてきたその数学の理論が背後にありまして、でそのいろいろより抽象的なものを扱うわけですよね。例えば画像であったり、それから式であったり、そういったものを、実はその計算機の内部では全てその数字の列ですね、まあ皆さんも情報なんかで勉強したと思いますが、その計算機の中ではその全てのデータは二進数の0か1の列、いわゆるビット列で表されているということをやったと思いますけれども、そういういろいろなより抽象的なものをですね、実はその全てそのビット列で表現できるということを我々は理論的に知っているわけです。そのおかげでその我々が実際に扱いたくなるような画像ですとか音声ですとか、そういったものをですね、指則演算し、数の指則演算しかできないような機械で扱うことができているというわけです。でこれこう考えてみますと、なかなかそのこうそのまあね、頭の悪い人にこういい仕事させるという発想ではないですけれども、やっぱりこうそういう考えた人はすごいなというふうに思うんですけれども、でじゃあこのテイラーの定義というのはそのどういうふうに関連してくるかというと、まあ、皆さんの中で比較的近い話ですと、例えばその、皆さん電卓実験の際にこう関数電卓でこういろいろな、例えば三角関数ですとかログとか e とか、そういう特殊関数とか計算しますよね。であれは全部その究極的にはこのテイラーの定理に基づいて、その全部その多項式に直して計算していると思っていいわけです。先ほども述べましたように、その計算機っていうのはその数の指則演算以上のことはできません。ですので数の指則演算を使って式を何か扱おうとすると、多項式までは扱うことができます。多項式っていうのは例えば x の2乗とか y の3乗みたいに掛け算と足し算、まあ究極には掛け算足し算しか出てきませんので、そうするとあとはそうか、割り算もあれば、まあ、有理式と呼ばれるその分数の式ですね、分数の式までは計算できます。ですので、いろいろな関数をですね、その多項式で近似するっていうのは、そういうコンピューターのような現実的な機械でこう、まあ、近似ですけれども、そのなるべくそれなりにこう精度の良くて皆さんが使えるものを計算する上では書くことのできないアイディアになっているということを覚えておいてください。ちょっと前振りが長くなっちゃいましたけれども、で、一応ですね、その、まあ、テイラーの定理というのは多分春学期に一変数関数でやったかと思いますが、まあ、皆さんの中でですね、どのぐらいそのかこう記憶に残っているかどうかというのは定かではないですので、一応一変数関数の時にそのテイラーの定理というのは どんなふうに出てきたかというのをちょっと復習しておきたいと思います。ちなみに一変数のすみません、ちょっと空気が乾燥してきたので失礼します。一変数の場合の、テイラーの定理を復習しますと、教科書ですと、64ページの定理 2.19 というところにありますので、まあ、ちょっとお急ぎでない人は開いてみてください。そこでの、まあ、その一変数関数のテイラーの定理を復習しますと、次のようなことが書かれています。fx という
1変数関数がありまして、でまあこれがA、平区間 AB ですね。一応、まあ、A よりも B が大きい実数としますけれども、まあ、この平区間 AB で、C の N マイナス1級とします。すなわち先ほどやりましたように、まあ、N マイナス1回は微分可能で、しかも同関数が全部連続であると、まあ、そういう関数としましょう。でそれから、その n マイナス1回の同関数ですね、f の n マイナス1ってこういう書き方しましたけれども、これが回区間 AB で微分可能とします。で、この時に、その、この FB ですね、この B における F の値というのは、その A における F の値とか、それから F の同関数の値を使って、次のように表せるっていうのが、テイラーの定理だったんですけれども、その前に、すいません、ある、C ですね。C、これは、この回区間 AB の中にある実数 C が存在して、で、F の B というのが、その F の、ちょっと一応、面倒だかもしれませんが、ちゃんと書いていきますと、まず F の A プラス、F の1回微分の A における値を、まあ、1の階乗で割ったものに、B マイナス A をかけたもの。プラス、F の2回微分の、まあ、A における値を2の階乗で割ったものに、B マイナス A の2乗をかけたもの。で、点々点々ときまして、で、F の N マイナス1回微分の、まあ、A における値を、まあ、N マイナス1の階乗で割ったものに、まあ、B マイナス A の N マイナス1乗をかけたもの。で、最後に加えるものが、F の N 回微分の C における値ですね。ここで注意していただきます。C における値。C はその A と B の間のどこかの値を取るわけです。どこの値を取るかっていうことは分からないんですが、そういう値が存在するということだけはこう証明されているわけですね。ですので、この値に B マイナス A の N 乗をかけたものと。こういう形で、その F の B を表すことができるというのが、まあ、テイラーの定理でした。まあ、一変数関数のでのテイラーの定理でした。で、ここで、この最後の項をですね、まあ、記号で言うと Rn というふうに書いたりして、言葉で言うと常用項などと呼んだりしています。で、まあ、今のこのテイラーの定理において、例えばその B を X と置きますと、この上の式は Fx イコールという形になりますので、そうするとこの、まあ、Fx を、
A の近傍で ある多項式で近似するということになります。ということも言えるわけですね。で、さらに、この場合、もともとの定理は、F が n-1 回微分可能のときに、この F をですね、点 A の近傍で、n 次の多項式近似できるという話をしていたわけですけれども、これが、例えば F がですね、何回でも微分可能なんかになったりすると、もっとこう強いことが言えまして、例えば F が C 無限大 Q 例えば先ほど定義したように何回でも微分できると、しかもそれらの導関数が全て連続であるというような場合で、かつ P に対しか、この回区間 AB の中にある X に対して、この乗与項 Rn ですね、この乗与項 Rn が N をどんどん大きくしていったときに0に近づくならば、この Fx というのは X イコール A で、無限級数に展開可能であるという話もありました。で、この展開した無限級数のことをテイラー展開と呼んだわけです。ここまでがざっとその一変数関数の場合のそのテイラーの定義の、またはそこから導かれるいくつかの性質をこう振り返ってみました。で、今度はそのここでとそうですね、同様の形で、じゃあ二変数関数のについて調べていきましょうということで、そのこれからその二変数関数におけるそのテイラーの定理を見ていきたいと思います。ここまで何か質問はありますでしょうか。大丈夫ですか。じゃあ、まだちょっとチャイム、今鳴りましたね。ちょうど鳴りましたので、じゃあ、ここで一旦休憩にしたいと思います。